卒業式。卒業式は、教育課程をすべて終了したことを認定し、そのお祝いをする式典である。特に、日本では、学校教育法施行規則によって定められた、学校行事となっている。欧米でも、大学の学位授与の式典はあるが、各学校の終了ごとに祝う式典は、日本と韓国でのみ見られる習慣である。小学校、中学校、義務教育学校、 高等学校、中等教育学校及び特別支援学校では、式典で卒業証書を授与することから、卒業証書授与式と呼ばれる。これについては次の歴史を参照。大学においては、大学院修了者に対しては、卒業証書は授与されず、学域のみが授与されるため、大学院のみで行う場合は、学域授与式、学部と合同で行う場合は、卒業式、 学域授与式となる。幼稚園においては、卒園式と呼ばれ、卒園証書が授与される。日本では1872年、明治5年の学生の施行に伴い、各等級、学年ごとに試験終了者に対して、卒業証書を授与したことに期限を持つ。その後、明治10年代以頃、1870年代半ばから1880年代にかけてに、 現在のような独立した儀式として定着した。通常、3月に実施される、早春の最時期的なものにされるほどであるが、一部の高等学校では2月に実施される。小中学校では従来は3月20日頃が多かったが、近年、小学校、中学校は3月中旬頃に行われている。学校教育法第一条に規定する学校、一条校のうち、 初等教育機関、小学校等、中等教育機関、中学校、高等学校等においては、教育課程の中の特別活動に位置づけられ、始業式、終業式、入学式、終了式などと並ぶ、学校行事となっている。なお、文部科学省が定める学習指導要領では、特別活動領域における、儀式的行事の一種とされており、入学式などと同様に、 その意義を踏まえ、国旗を形容するとともに、国家を成唱する、要指導するものとすると定められている。日本国外でも、学位授与のための卒業式は存在するが、西欧諸国など、学校の家庭修了が公的試験、バカロレアや、アビツーアの取得によって認定される国では、卒業という概念はなく、そのため、卒業式も存在しない。アメリカでは6月、 韓国では2月が多い。これは学年年度、アメリカでは6月に1年度終了。9月から新学期による違いである。大きく分けて1面式と対面式の2種類がある。演壇に向かって卒業生一同、在校生一同、保護者一同の順に同じ方向で排斥される。教職員と来賓は両側から内向きに排斥される。 近年特に小学校で増えてきた方式である。一部の中学校や特別支援学校でも採用されている。なお一面式の卒業式でも、卒業の言葉が行われる際は対面式になり、卒業生が振り向き在校生と向かい合う形になる。以下は基本例であり、実際の形式等については学校によって異なる。学級担任教諭が卒業生を先導する。 その際、吹奏楽部による演奏や BGM、威風堂々などをバックに入場する。小中学校では1クラスずつ男女で2列をなして入場することが多いが、主に高等学校では学級担任の手によって少書授業を受けることも多いため、2クラス同時に1列ずつなして入場することもある。なお、大学等の高等教育機関以下、大学等では、 式次第としては行われない、公実の卒業生退場も同様。司会者により開式宣言が行われる。大学等ではこれに変えて、式か聖唱。大学独自の歌であり、公実の卒業歌とは別物が行われる場合もある。横浜市内の一部の公立学校では、横浜市歌も聖唱される。なお宗教系の学校では歌われないことが多く、一方で、 ミッションスクールでは、成果が何曲か歌われたりする。来賓として招待した学校教育関係者、教育委員会などへの業務報告を行う。これは、1年間の職員の体制、各学年の入学、進級の実績などを報告するもので、主に公立小学校で行われることが多い。卒業証書授与は、校長、幼稚園、保育園の場合は、園長。 大学の場合は、学長、総長、以下まとめて、校長を等と称するによって行われる。校長等の脇には、教頭や卒業生の学年主任、幼稚園、保育園などの場合は、担任教員などの教員がつく。なお授与の際、教員は卒業生に、ねぎらいの言葉をかける場合もある。ただし、学年の規模や交付による、校長等により行われる。 国示と称する場合もある。また、私立学校においては、学校法人理事長による式辞も行われる。教育関係者など、列席の来賓により行われる。都道府県立高等学校の場合は、知事宿辞が必ずあるが、年度末で定例議会開会中であり、また知事がすべての高校へ出席するのは、時間的に不可能のため、副知事が出席代読する例が非常に多い。 上上記記のののののももををを含む列席の来品を紹介すする、る、以外から祝発表卒業生が母校に残す記念品の紹介。基本的に、掃除は在校生代表が卒業生へ向けて、また、当時は卒業生代表が校長等へ向けて発言する。なお、小学校などにおいては、卒業の言葉と称し、在校生。 卒業生による対面式になる場合が多い。一方で、学校によっては、掃除がなく、当時のみのところがあるほか、掃除、当時ともに行われないところもある。仰げば尊し、ホタルの光、旅立ちの日になど、小学校の場合は、上記の、卒業の言葉の合間に歌われることが多い。なお、学校によっては卒業家自体が歌われないところもある。 学校によっては、国家聖書の後に聖書するところもある。司会者により閉式宣言が行われる。担任教諭が先導。入場と同様、吹奏楽部の演奏、マイウェイなどをバックに退場する。大学等では、式次第としては行われない。式の開催日にかかわらず、最終学年の周期については、学校教育法施行規則により、以下のように取り扱われる。 卒業式から数日後、移動、または退職する教職員とのお別れの式として、離任式が行われることが多い。ちなみに卒業生が参加した場合、その日が事実上の最終登校日となる。また、当該卒業生の担任団もしくは、校長、教頭の教員が定年退職を控えている場合、離任式とは別に卒業生から、教員卒業という意味で、卒業式、 いわゆる、ねぎらい式を開いてくれることもあ1968年、昭和43年、安田講堂での卒業式実力阻止を図った学生運動によって、東京大学の卒業式が中止になった。学習指導要領では、その意義を踏まえ、国旗を形容するとともに、国家を成唱する、要指導するものとすると定められている。1990年代、 平成2年、平成11年以降、この要領に卒業式及び入学式における日照期の形容、君が世の正常が指示されていることについて、これを強制であると主張し、国旗形容、国家正常に反対する教師が存在する。これに関連して様々な問題が発生している。卒業式ガイドラインのようなものを策定するなどして、各学校、 校長へ指示、指導を行っている都道府県あるいは市町村、特別区の教育委員会もある。ガイドラインとは、例えば以下のような内容のものである。しかし、教職員や児童、生徒の中には、思想、心情の自由に反し不服であるなどとして、君が寄生生児の規律をしなかったり、君が用を成章しなかったりする者も,もいる。教職員のこれらの意見や行動は、 日本国内の教育の場に対して混乱を招いているとして、教育委員会が前日のガイドラインを職務命令とし、これに反する教職員を訓告、開国、減給等の処分に、つれいが年々増加している。東京都では、東京都教育委員会と教委が都立高校の卒業式、入学式もにおいて、国旗を壇上向かって左側に掲げ、 国家聖書の際は国旗に向かって起立し、ピアノ伴奏を伴って歌うこととしており、これに違反した者は、職務上の責任を問われる、懲戒処分などとしているが、これに対して反発する一部の教職員もいる。違反を理由に処分された教職員らは、とは、日本国憲法第19条に定める、思想、良心の自由を犯しているとして、都教員を相手に、 処分の取り消しなどの裁判を起こしており、東京地裁において、原告の教師側が勝訴したこともある。詳しくは国旗及び国家に関する法律を参照。これらの件に関連して、国旗及び国家に関する法律、国旗国家法、平成11年8月13日法律第127号、制定における答弁の中で、時の首相、小渕恵三は、 教育現場に強制をするものではないとしてるが、同じく時の文部省、当時、現、文部科学省教育女性局局長、矢野重則、後、文部科学審議官、国立教育政策研究所所長、独立行政法人日本学生支援機構理事を経て、公立学校共済組合理長は、参議院国旗、国家特別委員会で、 学校での日照旗形容や君がよ性症の指導について教職員が国旗、国家の指導に矛盾を感じ、思想、良心の自由を理由に指導を拒否することまでは保障をれていない。公務員の身分を持つ以上、適切に執行する必要があると述べている。なお、大学については教育基本法第7条第2項より自主性。 自立性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならないとされており、ちなみに大学においては学習指導要領を存在しない国立大学法人といえども国旗形容や国家聖書がなされないことが多い。また、私立の宗教系学校についても見学の精神の観点から行われないことが多い。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。